1908年頃のニールセン。佐賀の夢作品39は、カール・ニールセンがアイスランドの佐賀の一つ、ニャールの佐賀に基づいて作曲した交響詩。グンナルの夢としても知られる。1908年4月6日にコッペンハーゲンの音楽協会でニールセン自身の指揮により初演された。スウェーデンの作曲家、ブロルベックマンに検定された。1907年から1908年にかけての冬の間、ルズビ・ホルスタインの戯曲、遠べのための劇音楽に取り組む間、ニールセンは、ニャールの佐賀を題材とした管弦楽曲を作曲する構想を練り始めた。クラリネットとビオラによる導入主題の痕跡は、遠べでホルンにより奏されたものにまず見出されることになる。遠べ完成直後の1908年4月1日、ニールセンは本作の上書に署名して承認するが、これは公演予定のわずか数日前のことだった。ニールセンがニャールの佐賀と作品のモットーである、今グンナルは夢見る平穏の中で夢に遊ばせておけを NM、ピーダスンの翻訳から学んだことに疑いの余地はない。佐賀の中では国外追放の判決を下され、Kolskegと用途を伴って国から出ていく途中のグンナルがあまりに疲れていたため歩みを止めるよう求め荒れた眠りに落ちる様が描かれる。用途はグンナルを起こした方が良いのだろうかと問うが、Kolskegは、いや、夢に遊ばせてやれと応じる。夢の中でグンナルたちは複数の狼に襲われている。彼とKolskegは身を守れたが用途は命を落としてしまう。二人はグンナルが悪夢にうなされていることを分かっていたが、Kolskegはそれでもなお邪魔をしてはならないのだと譲らなかった。1908年4月6日に音楽協会で行われた初演の評判はあまり好意的なものではなかった。Dannebrogは次のように言い切った。それは全く音楽などではなく、音響といつ終わるとも知れないピアニッシモからフォルティッシモへの積み上げであった。ビルヤム・ビーアントは、イーラストレイト・チデンデでの論評を次のように締めくくっている。楽曲は非常に刺激的な効果を有しているが、均整が取れていないように見受けられる、短すぎるし同時に、長すぎでもある、つまるところ夢がそうであるかのように。しかし、ボートラントに記されたローバとヘンレゲスの評は、より前向きなものであった。作品は夜に見る夢と同程度に空想家の白昼夢であり、それが作曲者の描きたかったことである。曲全体は生の現実と死後の世界への準備段階としての生の衝突を提示している。曲の中央でカール・ニールセンは頭の中を次から次に考えが急に移り変わった際に我々が囚われる混乱を決定的に描き出そうとした。彼はそれを行うにあたり、フルート、オーボエ、クラリネットで始まり、ファゴット、バイオリン、そして幾枠かシンバルのトレモロが加わってくる非常に独創的なカデンツァを用意したのである。空気の良質な繊維を音の織物へと編み上げ、特徴ある人物が深みを求めようと空想することを表現するという、この才能ある作曲家の能力が佐賀の夢により、今一度示された。いつでも容易にまっすぐな道筋を見出して、聴き手の即座の理解に至るわけではないにもかかわらず、この音楽のうちには見かけ倒しは何もない。しかしこの音楽は独自の厳粛な、鋭敏な言語を話しているのだから、捨て置かれてはならないのである。作品の半ば過ぎに自由なカデンツァが挿入されていることは普通ではなく、評論家の数名が本作を良しとしなかった理由も説明されよう。クリスタリグッド・ダグブロッド紙は特に次のように言及している。音楽用語では表現しがたい種類の間奏曲である、むしろ管弦楽がコンサートに向けて調律をしているかのような響きがした。パリティコン紙で数年後に行われたインタビューの中で、ニールセンは自作についてやや詳細に語っている。私自身はこの作品を非常に気に入っています。どんな時もほぼピアノで保たれ、音楽的には非常に急進的です。曲はリダレンドのグンナルの夢を描いています。ニャールのサガの、この驚くべき人物は、略奪に虐殺を働きますが、それでも良質なものでできており、時代に先んじていました。彼は人類にとってのより、明るく、より良い未来の夢を見て、私は抑えた音によりその夢の中で危機に瀕した、風変わりな思想に声を与えようとしました。とりわけ、それぞれ並行して、非常に自由に進んでいくオーボエ、クラリネット、ファゴット、フルートのためのカデンツァがあり、化成的つながりもないですし私は表紙を指定していません。それらは、まるでちょうど4つの思考の流れのようで、各々のやり方で進んでいき、演奏ごとにランダムに異なって休止の箇所で出会うのです。まるで合流地点の水門に流れ込むかのように、フルート3、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、トランペット3、テノールトロンボーン2、バストロンボーン、チューバ、ティンパニ、シンバル、グロッケンシュピール、弦5部。約9分。低弦の支えに乗って、クラリネットとビオラがフレー1を奏する。フレー1トロンボーンが出すモチーフに続いて、フルートとバイオリンが鋭いリズムを奏でる。やがて低弦からやや明るい素材が提示され、フガート風に声部を増やしながら展開していく。これにより夢のあやが演出される。フレー2フレー2のリズムが刻み続けられる中、トロンボーンがコラール風の旋律を歌う。しかし、これは型が定まりきる前に無償してしまう。フレー3弦楽器が、ピッチカートで揃うと、テンポウンポコピウモッソとし、オーボエに新しい主題が歌われる。フレー4他の木管楽器も加わって、しばし発展すると、勢いを減じて、カデンツァとなる。カデンツァではまずフルートがフレー4を奏し、次にオーボエ、クラリネット、ファゴット、グロッケンシュピールが同じ主題で加わっていく。この部分には小節線が書かれておらず、各楽器には、入りのタイミングだけが指示されている。最後の音にフェルマータが付されており、カデンツァは終了となる。その後はまずフレー3が再現され、フレー2が加わってきて盛り上がりを築く。フレー2のリズムを刻みながら静まっていき、最後は題名通り思慮深くも捉えどころなく、弱音で曲を終える。注釈出典。ありがとうございます。